8代目は受けてるんですけども、今度11月の3日東京の明治神宮で審査があります。お願いします。お願いします。覚えてることって言ったらね、腹っていうこと、それからあとはね、モテって、もう話すな、モテモテ。須原幸雲老師が建てられた道場でございます。ここの道場、座禅に対して弓道は立禅と申しますので、まさにそれが一体になった稽古の方法をとっております。8段がやっぱり最高段位なもんで、大変厳しいですよね。大変8段は難しいです。もう15年ぐらい受けてるんですけど、まだ力つかないなんでね、一生懸命頑張ってやってます。